皆さんこんにちは。9月13日水曜日、毎週水曜日は写真で旅するスペインをお届けします。マドリッドの SNJ 日生文化協会メンバーズハウスからの発信です。今回は前回に続いてモナステリオデピエドラというねホテル、これはアラゴン州のサラゴサ県にあるんですが、このホテルの中の探検、これの続きから開始です。それでは始めましょう。1枚目の写真、13世紀の修道院跡を使った歴史モニュメントホテルですから、ホテルそのものに見学の価値がある。そういった感じです。宿泊客はガイド付きホテル見学ツアーに参加できますから、これに参加した時の写真です。確かね、スペイン語の方は何時に集まってください。英語の方は何時から始まります。そんな感じでね、多分2つぐらいの言語を選べたんじゃないかと思います。私はどちらかというと、やっぱり英語よりもスペイン語の方が楽なので、スペイン語の時間帯に合わせて集合しました。25人ぐらい集まったでしょうかね。そういった方々と一緒にゾロゾロと歩き始めたところを撮った写真です。建物古いの分かりますよね。はい。二枚目に進みます。修道院といえばね、自家製のワインを持っているところが多かったです。ですから修道院ではそのワインを作るところだとか、ワインを保存しておくところ、そういったスペースがあるのが普通でした。かつての様子が想像しやすくなるように、こういった展示がされていました。これワイン樽ですね。はい。次の写真。この時一緒に見学した方々が写っていますが、まあ今ね、見学しやすいように、歩きやすいように、こんな感じで通路が付けられていますが、もともとはなかったんでしょう。我々が歩いているその下の方に、つまり半地下、そういったところに広いスペースがあって、そこにそのワイン樽がずらっと並んでいた。ワイン貯蔵庫。こういったところをスペイン語でボデーガと言います。ボデガ。ボデガがあったところです。はい、次の写真来ますと、これは多分ブドウを絞る装置でしょうね。一番一般的なのは、この真ん中にこう円柱形のものがありますね。で、その上に板を乗っけて、それをぎゅーっと中へ押し込んでいく。その板の下にブドウを入れといてね。で、その板を押し込んでいくのに、その上からネジをグー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 と回すような感じにすると、それがどんどんネジを締めていくと、板が沈んでいって、ブドウが絞られて、下からブドウの果汁が出てくる。そういった感じ。そういうのは一般的ですが、この機械、この装置は、その上から締めるネジが左右2本、2本の棒でね、付けられてますね。この2つをこう締めていくと、その下にある太い柱のようなね、木の棒が、これがこう下に押し下げられていく。想像するに見えてはいませんが、その太い木の下に、この丸い円柱状のものに入るような、円柱よりも少しこう直径が小さな丸い板状のものが付けられていて、それがずっとこう中でね、木を押し下げると、その下についているものが、いわゆるそのピストンみたいなのが押し下げられていく。そんな感じじゃないかと思います。ブドウをしっかりとね、絞るための機械だと思います。はい、次の写真に進みますと、皆さんが集まっていろいろとこう説明を聞いて見学している様をちょっと上から撮った感じですね。この時、我々と一緒に車椅子の方も一人いらっしゃったんですが、基本的にこの車椅子の方でも一緒に見学できるようにはなっていたんですが、一部ね、どうしても車椅子では行けないところがありました。そういったところだけちょっと別のルートからこう回り道して、後からまた合流する。そんな感じになっていました。この時、どうしても車椅子で行けないところがあったので、私が車椅子の方と一緒にちょっと別行動をとって、別の順路から進んで、そしてその他の皆さんが見学されているお部屋を車椅子の方と共に少し上の方からこう見下ろしている感じ。その時に撮った写真です。はい。さらに進みますと、次の写真では、なんか石造りで黒くすすけた感じのね、壁に覆われた、そういったお部屋になってますが、これ台所です。
で、昔の台所ってのは大体こう黒くすすけてますね。この時のガイド付きの見学の最後がこの台所でした。この台所がヨーロッパで初めてチョコレートを作った台所ということです。このチョコレートの文化、カカオの文化ですけどね。これはその昔16世紀でしょうかね。スペインのエクストレマドゥーラのね、出身の軍人エルナン・コルテスという人が、スペインのその時の軍隊の隊長みたいな感じでね、海を渡ってメキシコへ行きました。簡単に言えばメキシコを侵略って言いますかね、征服してしまったわけですが、まあこの頃スペインの大航海時代でね、スペインの軍隊がどんどん出ていって中南米のいろんなところを全部こう征服していったわけです。植民地化していったわけです。そしてそのうちの一つがメキシコの征服、この責任者がエルナン・コルテスというね人物がいましたが、その彼の船に乗って一緒に海を渡った、この修道院、指導会、修道士がいたわけです。昔ね、その大航海時代に、例えばフランシスコ・ザビエルが乗った船にしてもね、そうだったわけですが、何らかの長い長い大航海に出るときっていうのは必ず、その航海の目的に必要な技術を持った人々だけではなくって、その長い船旅の間、やっぱりこう精神的なね、ことを見てくれる人が必要になるということで、宗教者が一緒に乗り込んだのが普通です。神父だとかね、修道者とかね。まあ、修道士だけってことはまずないですね。修道士であり、なおかつ神父であるという人。そういった方が同行するのが普通でした。ということで、メキシコに向かったエルナン・コルテスのその船、軍隊にも、この指導会の修道士が乗り込んでいた。この一緒に行った修道士たちが、そのメキシコに、まあ、根付いてですね、そこで布教活動を始めるわけですが、その地元のいろんな新しい文化とそこで触れるわけです。で、この修道士たちがそこで、まあ、エルナン・コルテスの人だったんですけども、非常にこうね、興味を持ったのがカカオの文化でした。で、ここに着いた指導会修道士が、このスペイン本国のモナステリオ・デ・ピエドラ、こちらの修道院長宛てにカカオとそれからチョコレートの作り方のレシピを添えて送ったんです。この時に初めてスペインにこのチョコレートの文化が入ってきたわけですね。が、我々にとってチョコレートって言うと甘いですけども、もともとは甘いものではなくて苦いものとして、苦い飲み物として入ってきました。それがそのスペイン人たちのこの修道院でちょっと変化変わるわけです。蜂蜜だとか砂糖を加えて甘くするようになって、まあ、我々がよく知っている甘いチョコレートに変身していくわけです。砂糖、シナモン、バニラなんてね、加えたホットチョコレートが誕生します。まあ、この時のガイドさん付きの見学で、まあ、この写真で真ん中でね、マイクを持って話している女性がいます。この人がガイドさんでしたが、この人がここがまさにそのチョコレート、我々が親しんでいる甘いチョコレートの起源ですよっていうお話をね、されていました。が、スペインでね、レオン県に行きますとね、レオン県にあるアストルガって街があるんです。サンティアゴ巡礼路を旅したことがある方は、アストルガを通った記憶がね、あると思うんですが、アストルガに行きますとね、チョコレートの工場なんかがあったりしてね、ここがヨーロッパにチョコレートを広げた起源ですよっていう、そういうお話があるんです。私もそういう話を昔に聞いたことがあって、よくその巡礼のね、案内をしているときにアストルガに行くと、ここがヨーロッパにチョコレートを広めた、まさに起源ですよと。そういうお話をしたことが何度もありましたが、このモナステリオ・デ・ピエドラの見学をしたときに、そこのガイドさんが、この台所で、ここがチョコレートの起源ですよと、発祥の地ですよと言われたときに、あれと思ったわけです。で、彼女の説明が終わって、解散した後、彼女にちょっと近寄っていてね、ちょっと聞きたいんだけど、って、何って言うから、いや、さっきのお話の中でね、ここがチョコレートの起源だって話があったけども、レオン県のアストルガに行くと、ここがチョコレートの起源だって言ってんだけども、どっちが本当なんだろうって言ったらね、彼女が、そんな話があるの？そちらの話は知らなかったです。で、起源説が2つあるとやっぱり問題ですから、ちょっと私も気になって、その後ちょこっと調べてみると、どうやら、この時の彼女が言った通り、ヨーロッパに最初にカカオが入ってきて、ここの指導会のね、修道士が送ってくれたレシピと合わせて、最初にチョコレートなるものを作ったのは、ここだと。モナステリオ・デ・ピエドラだと。そして、
もともとのメキシコで食されていたものは苦いものでしたけども、ここで甘くなっていた。そういう意味では、ヨーロッパのチョコレート起源はここのようです。ただし、その後何が起きたかと言いますと、このエルナン・コルテスのですね、娘さんが誰と結婚したかっていうと、例のそのレオン県のアストルガのアストルガ公爵の息子ですね、ヨツギですね、と結婚したわけです。その時にエルナン・コルテスが自分の娘に持たせた持参金、結婚にあたっての持参金の多くがカカオだったと言われています。その結果、その大量のカカオがアストルガに運ばれて、そこでチョコレート生産が盛んとなって、アストルガに初めてのある程度規模を持った大規模チョコレート工場が作られた。その結果として大量生産ができるようになって、そこから販売が始まって、そこからヨーロッパの国々に輸出が始まって、全ヨーロッパにチョコレートの文化が広まっていった。ということで、本当にヨーロッパで初めてチョコレートが作られたっていう、そういう意味でのチョコレートの発祥の地は、アラゴンのサラゴサ県のモナステリオでピエドラと呼ばれているこの修道院であって、後にその文化が伝わったレオンのアストルガで初めて大規模工場が作られて、大量生産が行われて、販売流通が始まって、ヨーロッパにチョコレートを広めたのは、そのアストルガであると。まあ、ヨーロッパの人々にしてみれば、多分、アストルガのチョコレートという感じで、多分認識があったでしょうね。モナステリオ・デ・ピエドラのチョコレートっていう認識はなかったと思います。まあ、そういう意味で、本当の発祥の起源と、それから流通の意味で世界に文化として広めた起源という、そういった意味では、どちらも嘘ではなかったようです。はい。で、この、チョコレートを初めて作ったと言われているこの台所での説明で、この時の彼女の解説は終了しました。この後解散となりました。次の写真。解散してみんなバラバラになって、そして前回もね、ご覧いただいたパティオをこの写真では見ています。一番手前になんか石の大きなこんな器みたいなのが映ってますが、これは多分洗礼台だと思いますね。奥の方に映ってるのは噴水ですけども、手前のこれは洗礼台じゃないかと思いますが、定かではありません。はい、次の写真。同じパティオ。これも前回出てきました例のパティオに植えられた聖なる木、糸杉の木ですね。この糸杉の木をアーチ越しに撮った写真。これにて、この時の見学は終わりにしまして、次の写真。はい、突然鳥が出てきました。ホテルの周囲に広がる公園の一部に猛禽類のコーナーがあって、そこで一日に何度か時間が決まっていてね、ショーをやってるんですね。で、これもホテルの宿泊客は無料で見ることができました。次の写真。この写真では、観客の中から小さなお子さんにね、出てきてもらって、鳥の餌を結びつけた紐かなんかを持って走ってもらうんです。そうすると鳥がその餌を追っかけるってね。そんな感じでした。はい、次の写真。これはフクロウですよね。フクロウ。フクロウも、まあ、鷹と並ぶ猛禽類です。フクロウって普通夜行性だと思うんですけどね。これ日中でしたけども、真面目にお仕事していました。次の写真いきます。さっきのフクロウが飛んでいる姿です。なかなか夜行性が普通のフクロウがこうやってね飛んでる姿って見たことある人少ないんじゃないでしょうか。この姿が何か不思議な感じがするんですよね。なんで不思議な感じするのかなと思って見ていますと、普通鳥が飛んでる姿っていうのは鳥の比較的こうとんがった顔が前を向いてる、そういう姿だと思うんですけども、このフクロウってこう大きな顔が正面を向いている、平べったい大きな顔が正面を向いてるからなんか違和感があるんですかね。この格好で飛ぶとなんか顔に強い風を受けそうですが、この彼女が放ったフクロウが、このショーを楽しんでる皆さんの、まあ、例えば頭上を飛んでですね、で、その行き先に次の写真、もう一人の彼が待っていて、それを受け止める。そんな感じでした。はい、さらに進みますと、また違った鳥が出てきましたが、この鳥は、足が速い。走るのが速いんです。で、彼が餌をちらつかせると、かなりの速度で彼を追っかけていくんです。そんな様をね、見せてくれました。
鳥によっていろいろと個性があるんですよと、そういう解説ですね。はい、次の写真、さっきと同じ鳥ですが、もちろん走るだけが得意ではなくて飛ぶこともできます。まあ、世界各国からね、集められたいろいろな猛禽類を本当に間近に見ることができるので、まあ、カメラファンとかね、鳥ファンには結構楽しいかもしれません。はい、次の写真。さっきの鳥がご褒美に何か餌をもらっています。はい、すみませんよ。こういったショーを見せてくれていた場所がこんな感じです。まあ結構広いところでね、その中に何人かの方々が座って見ることができるように椅子が用意されています。で、我々の中で2人は用意されていた椅子に座って、私を含めて車椅子の方もね含めて4人がこの柵の外から演説しました。椅子に座ってしまうともうね、周りの人もいて身動きが取れない感じですから、日が照っていると結構暑くてね、そういった意味ではこの柵の外で自由に動けるところにいた方が快適だったかもしれません。で、私はもう自由にカメラ撮影がしたかったので、もう絶対にね、椅子に座らずこの柵の外から見学するのがもう一番動きが取れてよかったです。まあ、カメラを持って行っていろいろと写真撮りたいなっていう方は絶対にこの時猛禽類のショーでは椅子に座らずに外から眺めるのが得策です。はい、次の写真。動物園に行けばね、普通檻の中にいる猛禽類の写真は撮れると思うんですが、まあ、こんな感じで自然に飛んでいる姿は動物園ではなかなかね撮れませんから、まあ、そういう意味でやっぱりカメラ好きにはね楽しいかもしれませんね。で、この写真で翼を広げて飛んでいるこの鳥の顔をね、顔をちょっと見ててください。横をね、いいですか？次の写真いきますよ。次の写真。はい。今の同じ鳥の顔を正面から捉えました。さっきの横顔と全然違いますよね。雰囲気がね。なんか正面から見ると人の顔みたい。そんな感じがします。こんな感じで、いろんな角度から普通にこう飛んでいる普段見ることのないいろんな種類の猛禽類の写真撮影なんかも楽しめるショーでした。これが今日の最後の写真となります。はい。今日も最後までご一緒いただきましてありがとうございました。次回はいよいよ周囲に広がる自然公園の見学開始となります。なかなかいいところですよ。皆さんのご登録、いいねをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。